これ二次関数、二次方程式、なんか何書いてある？二次方程式。二次方程式って書いてあるね。あ、これがポイントです。二次方程式です。が、実数解を持つ？持つ？結局、M の範囲を求めなさいみたいなもんでしょ？ M の範囲って感じでしょ？そしたらどうするかというと、ポイントはこの二次方程式で書いてある。ってことは、m-2 が0じゃないってことだ。m-2 が0やったら、一次方程式だ。だから m-2 は0じゃない、すなわち、m は2じゃありません。これが絶対です。いいですね。で、次に、これ二次方程式だから、解の公式するよね。因数分解できない。したら解の公式したら、この中がルートの中が負になったらダメだよね。実数にならないよね。だからここが正か0しかダメだよね。負になったらダメだよ。そしてここのことを判別式って言うんだろ。だから b 乗マイナス 4ac で4分のとか言うけど もういい。ともかくそんなことしたら大変だから b 乗マイナス 4ac。 そしたらこれが A、X 乗につくのが、X1 乗につくのが B、これが C、これ理解できてる。そしたら B 乗、マイナス2の M たす1の地上、マイナス4、もういいんだよ。A、C、こうなります。ところが、これ読んで膨れそうでしょ。読んで膨れそうでしょ。だからよく4分の2できるんじゃない？ 4 で割ったら、これ2人が4になるでしょ？だから、m たす1の事情。で、4消して、あ、すみません、これ引き算ですね。マイナスまで消しちゃダメですね。m-2、m たす3。別に構いません。とりあえず、こうなればいいでしょ？ほら、正とか負だから4と4倍とか関係ないでしょ？別にね、こうなる。で、これが、まあ、ともかく計算しましょう。これまたいきましょうね。で、m 次乗プラス 2m プラス1と、あ、これ嫌だな。 m 次乗プラス m マイナス6ですか。こんな感じですね。で、マイナスだからマイナス m 次乗マイナス m プラス6となります。ああ、楽になりましたね。で、こうなると m 乗 m 乗消えて 2mm で m です。1と6でプラスマイナス、こうなります。で、これがどうだったの？正だったらいいですね。イコールポイントですね。で、ちなみに、これ、あ、まあまあいいです、これいきましょう。そうすると、これここだけ考えて m がマイナス7以上になります。で、数直線が来ます。マイナス7以上だけど2はダメだね。だからストンと2のところだけアウトになってこうなります。だから答えは、あ、 M ですね。 X じゃないですね。と2より大きい M と、こういうことです。わかりました？大丈夫ですか？はい、じゃあ次やってくださいね。